トーレ・ヨハンソンは、スウェーデン・マルメ在住の音楽プロデューサー、ソングライター、レコーディングエンジニア。かつては、バンド、ハンダルナのメンバーなどとして、スウェーデン国内のみで活動していたが、1994年に、プロデュースを手掛けたカーディガンズのデビューアルバム、エマーデールで、世界的に名を広めた。その他、代表的なプロデュース作品に、フランツ・フェルディナンドの、フランツ・フェルディナンドや、 ニューオーダーのロストサイレンズなどがある。日本でもカーディガンズのセカンドアルバムライフがヒットスウェディッシュサウンドで一世を風靡し、ボニーピンクや原田智世など多くの日本人アーティストのプロデュースを担当した。1980年代前半からバンドハンダルナのメンバーとしてスウェーデン国内を中心に活動を開始する。いくつかのローカルアーティストの作品のプロデュースを 担当した後、スウェーデン・マルメにタンバリンスタジオを開設。1994年に担当したカーディガンズのデビューアルバム、エマーデールが国内でヒットし、1996年のラブフールが英国で2位を記録するなど、世界的大ヒット作となる。カーディガンズやクラウドベリージャムなど担当アーティストが日本で人気を博したこともあり、1996年4月には、 原田智世のシングル、1 0 0レターズ」をきっかけに、日本人アーティストのプロデュースも開始、ボニー・ピンクの、ヘブンズ・キッチンや、カジ・ヒデキの、ミニ・スカート、レミオロメンの、花鳥風月など、数々のヒット作品を、これまでに手掛けている。日本国外では前述のカーディガンズのアルバム作品の、他、フランツ・フェルディナンドの、フランツ・フェルディナンドや、ニュー・オーダーの、ロスト・サイレンズ、 OK 号の王、oh、n o などのヒット作をプロデュース。また、オランダを代表する女性歌手、アヌークの作品も数多く手掛けており、ユーロビジョンソングコンテスト2013出場曲となったバーズは大会では9位で終わったものの、本国オランダで1位、スウェーデンで3位を記録するなど、ヨーロッパ各国でヒットとなった。ありがとうございます。